アメリカのバイデン大統領は2日、新型コロナウイルスワクチンについて、アメリカのすべての成人分を5月末までに入手できると表明しました。America, May, s <S バイデン氏によりますと、医薬品大手、ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチン製造について、同業のメルクが協力することなどが決まり、 今後、生産が加速されるということです。これによって、7月末に設定していたワクチン確保の目標を前倒しした形です。バイデン氏はさらに、生徒らが学校へ登校して授業を受けられるように、教職員へのワクチン接種を優先させるよう、各州の当局に指示したということです。こうした中アアメリカで2番目に人口が多い南部テキサス州のアボット知事は ワクチンなどのウイルスから市民を守る手段を得たとして、10日から商業活動を全面再開することを認めました。入店制限がなくなり、客を100%入れることが可能になります。マスクの着用義務も同時に終了となります。